せよせよそれそれ、せよせよそれそれ、プレイス TV のプリです。題してプリいなり寿司。とりあえず食材を、だし昆布、花がつお、油揚げ、卵、とびっこ、ロイヤルカリブ、豚肉、とろけるチーズも中に入れて、紅生姜、塩コショウ、わさび、醤油、料理酒、宝本みりん、煮りごま、茹で皿等を作っていきたいと思います。平らにしますね。切ります。どうですかね。こんな感じで脂身あるんで、細かくこれを塩コショウで味付け。カニカマを、あ、また鍋に戻します。あ、結構空いてますね。油揚げを入れていきます。もしかしたらサイズ違うの買ってしまったかもしれない。まあいいや、移します。はい、大さじとか小さじとか使って測ると思うんですけど、自分はねちょっと、だいぶ煮詰まってきたんで、少し入れて、寿司酢を入れます。早くしないとね。少し塩をかけます。はい、いい色にできました。これをザルに、はい、これを冷蔵庫に入れます。はい、具を用意します。それでは火を入れます。はい、塩コショウ、軽く、卵、ここでこれだけできます。6等分ぐらいして
て、卵やってで、とびっこ。紅生姜。とろけるチーズ、ちぎって、こんな感じで巻きます。で、ということで全部詰め終わりました。プリの油揚げ完成したんで実食したいと思います。食ってやんよー。うん、油揚げ結構もうちょっと煮込めばいい味出てると思います。ちょうどいい感じかな。対数はあとは水、味濃くするかしないかだね。100点満点中、70点ぐらいいくかな。それではチャンネル登録、グッドボタン、コメント、何でもいいからよろしくねー。では